よく寝たー。小野さんおはよう。元気してた？なんだかとっても久しぶり。最近お外が寒くなってきたから、早く起きられなくなってきちゃったよ。小野さんはあったかいところ出身だから、寒さが苦手なんじゃない？そうなのー。寒いのすごく苦手で、お外出たら凍っちゃいそうよ。サンダーちゃんは頑張り屋さんね。見習いたいけど、到底無理そう。そうでしょ？今日も頑張るよ。最近ずっとネザーの危ないところで建築してて、ポーションが欲しいから、ちょっと取りに行ってくるね。暖かくしていってらっしゃい。行ってみよう。醸造所に着きました。こちらのボタンをポチッと押しますと、醸造が始まるよ。できた。この装置、とっても便利なんだけど。出来上がったポーションを一回一回取り出さないといけないから、意外に大変。なんかいいアイディアないかな。例えばさ、ここに、チェストを置いて、ホッパーを置けば、やばば。醸造されていない水入り瓶がどんどん吸い込まれちゃうんだ。何かいい方法はないかしら。お兄様方がいる。ちょっとマグニーさんに聞いてみようっと。生麦、生米、生卵。おー、来たー。生麦サンダー、どこにいるの？あのイカスミのトラップ。あのね、はい、一人じゃできないやつ教えてほしい。なになに？とりあえず行くね。レッツゴー。サンダー来た。サンダー来た。私が来た。サンダー、サンダーが来た。こっち側でさ、死ぬ？死ぬよ。あの透明かないと死ぬよ。あー、ね、そこ浮島そうそこにあるから。マグさんも危ないよ。死ぬよ。あー、ほんとだほんとだ。死ぬよ死ぬよ。それわらわら、私死ぬ、死ぬよ。あやられちゃった。すぐ行けるんで大丈夫です。ほんとほんと、うんうんうん、それで、うん、何やってるの？今ガーディアントラップ、新ガーディアントラップまた作るの？さ、そう、すぐよすぐよすぐ、すごいな、すぐよすぐよすぐ、ペペッと作ってしもて、うん、あ、水族館のやつだからこれ。ありがとう。何したらいい？今から砂埋めするんで。やばば、ジャルさんの指示に従って砂埋めをするのだ、うん、一番ダメな時に来た。いい、大丈夫だよ。余裕違うんよ、装置、お座りに来ただけなんよ。何襲われに来たの？装置？何どうしたの？あのね、抜き部じゃないの？うんうん、何装置？確かに抜き部だからやんなきゃな。それはそう、それはやんなきゃダメだよね。抜き部として偉い。サンダーやる気出してんの？もしかして出してる？嘘、いいの？大丈夫なの？大丈夫、いけるジャジャさんのその軽い扱い嫌いじゃないよ。サンダーのことをなんだと思ってるの？怒ってた、ね、装置って何よ。だから装置、ポーションを回収する装置作りたいんだけど、例えばさ、うん、こうやってさ、うん、置いちゃうと、うん、持ってかれちゃうからね。なるほど。ロックかけないといけないんだよ、サンダー。こっから、こいつからコンパレーター。だからできたやつだけ。取りたいんでしょ。そうそう。埋めとかなきゃいけない。そう。コンパレーターで動力こなんか入れたらさ。うん。水入り瓶に。このままだとダメだから。もう花からこの下のね、アレイちゃんご主人様じゃない。もう今いらないから。ごちゃごちゃしてわかんねえ。サンダー爆笑中。場所が狭すぎた。場所狭いな。ロックかけないとダメなんだ。サンダーね、この下のほっぱにロックかけないといけない。ロックね。うん。ロックはわかるでしょ。分かってないけど。わらわら。じっくり教えてやれ。じっくり教えてあげる。はい。砂埋めてからの方がいいんかな。砂埋めよう。ジャズさんの指示を待とう。真ん中の四角以外。砂埋めるだけです。やって。周りを全部砂。物分かりいいね。はい。お使い、弾んでよね。弾もう。これ、ジャジャさんは払う気ないぞ。わらわら。こうしてうちは砂埋めを手伝うことになったのであった。1時間後。じゃあ、サンダー、帰るわ。
ああ、本当ですか。はいはい。醸造台やろうか。醸造台やる？先。4時からお話し合い。あ、マジか。10分前だ。あ、うんうん。オッケー、わかった。ありがとうございました、サンダーさん。またいるときに遊びに来るね。ごめんね、今日ありがとうね、はい。ありがとう。楽しかった。頑張ってね。ご分を。ありがとう。行ってみよう。それじゃあリベンジ行きますか。おお。来たよ。おお、サンダー。教えてもらいに来た。お、来た。こっちこっち。入れるか。入れる。これをね、見るとね、あれで見なさい。あれって。すごい。あれで見なさい。あれで幽体離脱でちょっと。幽体離脱。はい。どこを見ればいいの？あの醸造台の周り見れば。醸造台が見つからないよ。うん、あのね、足場を登っていく感じで登ってったら。あったよ。あったでしょ。これあの隣関係ない、こう要するにね、こう一列でできて、幅一つでできてるやつだから、うんうん、隣のやつ見なくていいんだよ。わかる？いい、うんうん。で、これの場合、結局下のホッパーから回収したいじゃん。うんうん。で、下のホッパー、醸造台の下のホッパーの下にトーチあるでしょ？ある。うん、このトーチに動力が入ったら、うんうん、完成品が流れてくるの、うんうん、イメージとしてはね。であまりにもこれはちょっとよくできすぎてるんであれだけど、醸造台の上のホッパーわかる？わかる。見ててね、この上のホッパーにアイテム入ってるでしょ。入ってるんだよ。入ってて、ここのここにアイテムがあるときは動力が出てて、でなくなってたら動力が消えるってのはわかるでしょ。え結構難しいんだよ。結構わかんないよ。結構難しくて、水入り瓶を入れたいとなると、やっぱずっと下のホッパーはロック常にかかってないといけないのよ。うんうん。オンオフをする必要があるわけですね。常時オンで、で、あの、うん、完成したタイミングだけオフにする必要があって。そうそう。そう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 。完成。わかるわかる。わかるでしょ、わかるでしょ。そう、それを調整しないといけないよね。まあこの通りに作ればいいんだけど、でもこれちょっとややこしいパターンだからな。でかいよ。でかいよな。まあわかったわかったわかった。ごめん、ややこしすぎたね。もう一回ここに作るぞ。これでほら見て、これで止まるんだよ。ほうほう。完成したなと思ったらレバーをこうやれば回収できる。一番シンプル。なるほど。あ、一番シンプル。完成したらこれで回収。ずっとオンにしておいて、これだからこれにするといいよね。この状態だとストップがかかってます。うん。醸造を始めます。できた。これで回収。はできる。もっと自動がいいんだ。もっと自動がいいのね。なんかよくわかんなくなってきた。このチェストに溜まっていくようにするためには、うん、あ、自動で、もう少し複雑なのかい。うん、もうほんとこんな感じ。ほんとここの中の子みたいな。そっか。そう、もうちょっと簡単にできるかもしんないけど、でこっちも見に行ってみるか。うんうん。ね、それ多分カズクラのだよね。ちょっと話ずれるけど、カズクラのじゃない？なんかそんな気がした。持って帰ってずっとあんのそこに。全然違うところで、うん、緑も拾ったんだ。さっき家族のやつ、うんうん。ずっと置いたのよ、その赤いの。ちゃんと名前書いといてほしい。じゃあこれも見るよ、上。何これ、音楽が鳴るの。音楽鳴る、音楽鳴るよ。すごい。広告剥がれるから気をつけて。そうなの？出来が良すぎて。わらわら。この上の醸造台見つけられる？この辺、ここ。あったあった。あった？考え方は同じよ。複雑すぎて。そうね。あんまり参考にならないですから。ふふふ。これもちょっと天才が作ってるから、これも。一定時間オフにする必要があるわけね。うんうん。ちょっと戻ろうか。ここあんまダメだ、これ。えぐいわ。わらわら。全部、えぐいわ。今から作りに行く。作りたいんでしょ。じゃあ最終的なイメージからまず考えてこう。教えてくれ。カズクラが一気に作りたい人なんだよ。あ、なるほどね。だから
ポチって押したら、うん、満杯になるぐらいの。なるほどね、なるほどね。自動でね、流れてくるみたいな。自動でね、なるほどね。なくなった分だけ補充される的な。はいはい。じゃあもう、ま、サンタまるっきりこれだわ。まるっきりこれだわ。でかすぎたな。まるっきりこの子。でもこれぐらいのサイズがないと諦めよう。これぐらいのサイズがないと多分実現不可能だぜ。これは無理だ。透明化もらってもいいかい。いいよ、ここのやつ持ってきな。ありがとう。いくらでも。ここも自動で追加されるやつだから。ここは本当だ。うん、どん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 追加されるから。じゃあ半分手動でいくか。これ、うん、これでいく。半手動大変だぞ。1個できるの時間かかるし。そうだよね。そうなんだよな。今すぐ欲しい人でしょ。じゃあ来てよ。ちょっと OKOKOK 行こう。お待たせ。はい。なるほどね。あーでもいいね、シンプルですごく。なんかね、うん、一回一回材料配れ替えてるの。なるほどなるほどなるほど。そう、さっきのこれ設計図入るんじゃないか。スペース的に結構広いもんね。入るか。全然入ると思う。大きめに作ったんだ。後付け建物だから。なるほどね。思ったよりガチのやつになりそうで焦ってる。お手柔らかに。なるよ、ガチに。もう怖いもん。まず、兄さんの配信見てたら。やばいことしてるでしょ。待って待って、それは作らないよ。サンダー爆笑中。ホッパーね。そうそうそう。そうそうそう。ホッパー。こういうことね。うん、そうそう。こうね。あ、やばいやばい、パニックでパニック。早く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 。はい、吸い込まれてる。いっぱいいっぱい。危うい危うい。ここに返して、ここに返して、このボタンを押したら全部が動き出すのね。そうそう、これでいいじゃん。だから下も1個のボタンで回収できるようにする。うんうん、なるほど。じゃあこう並べてこうするじゃない。待って、これだと上もロックかかっちゃうの。ここちょっとホロでな。いはい、石のボタンでやってみましょう。これポチッと押すじゃん。うん、で全部できたら、今まで手作業で回収してたけど、そう、土地でここに入ってくる。うんうん、うん、そういうことそういうことそういうこと。めっちゃいいじゃん。これでいいの。うんうん、よかったよかった。いいような気がする。いいような気がする。ありがとう。お安いご用で。なんか作ってみるか。材料入れて。よーし、じゃあいつもみたいに醸造してみてください。押します。はい、土地。燃料ないところあるぞ、サンタ。一番右、燃料がない。やばば。これだから燃料も、サンタ。ブレーズパウダーさ。ここに、こうやってさ。ここにブレーズパウダー入れときゃいいよ。こんないっぱい、在庫ないよ。わらわら。分けりゃいいから。分けりゃいいから。ホッパー、だけで十分だ。ちょこっと入れときゃいいんだよ、ちょこっと。お、もうちょいで。はい、できた。はい、できました。進んだ。サンダー、ボタンだ。押します。パチ。サンダーさん、サンダーさん、すごいことに気づいてしまいました。どうしたの？わかりました。これやって、試してよかったね。うんうん。なるほど。そうなるんだね。完全にオフにしてしまわないと。何も理解できてないけど。ちょっと待っててね。ちょっと待って。うんうん。はい、ちょっと一旦崩しますよ。回収回収。わかんない。今のさ、完成したうんうんポーションと普通の水入りのやつが混ざって出てきてるでしょ。うんうん、水入り瓶の供給も止めないといけないんだよ、同時に。なるほど。うんうんうん、だからこうすること逆の動きになってくれたらいいんだ。これとね、これと逆の動きになってくれたらいいから。うわ、なんかプレイ、わらだ、わら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 、サンダー爆笑中。なにこの、何の花これ。あ、懐かしい。あぶれ。これ前ヨンさんか。あ、わら仕掛けた落とし穴だよ。もはやマグ兄さんが何をしているのか全くわからないので、気候が気になる人はこの動画を見てご自由に解読してほしいと思うサンダーなのであった。ほぉ、すげぇ、マトブロック優秀。わかんない。こんな使い方か。ワンクッション置いたからってことか。
これで届くようになっちゃった。すげえ。多分これで多分うまくいくと思うけどね。すごいこうゴリ押しだけども反転した。反転した反転した反転術式。好きだね。うふふ反転術式。え、いきます。せーの、きたー。反転術式。ほらで、後ろのホッパー2個。すごい。見た見た後ろのホッパー。見た。ありがとう。やったー。いえいえ、やった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 。ここどうする、なんかほらあれに変えたりする、石レンガに変えて見栄え良くしたりする。しとこうかな。しとこしとこしとこ、見栄え良くしたいでしょ。はい。閉じて、おいで、この後ろにホッパーを置いてと、うんうん、はいはいはい、これいけたんじゃないですかって。アンダーちゃん素晴らしい。そうでしょう。やった、ありがとう。ボタン押してみて。ここ、これ、これ、これね。これ、そう。行くよ。ゴー！はい。ポチ。おほほー！おほほー！入ってる。すごいすごい。予想通りの動き。さてさて、すっきりしましたねと。やったぜ。やったぜ。やったー。やったー。うふー！もう一回作ろう。ポーション。うん。わかった。いけ！ポチってすればいいのね。うん、作れ作れ。よしよしよし、始まった。さあ、醸造が始まりました、はい、で、できたら実況者さんできたらポチっと してくださいね。はい。きれい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 。できたな。できました。ではホッパーリじゃなくてチェストに送ってください。はい、ポチきたやったよかったぞ、サンダー。これ完璧、素晴らしい。やったありがとう。いやいや、ええやん、ええやん、嬉しい、最高っすね。最高っすね。いいのができましたというところで、多少は楽になるかな。めちゃくちゃ楽になる。一個ずつ取ってたのしんどいもんね。そうなのよ、サンダーが作り置きしておけば。そうだ、時短になるな。うんうん、よかったよかった。ちょっと苦労したけど、なるほどね。いや勉強になりました、私も。まあまあうまくいってよかった。サンキュー、頑張れサンダー。ありがとう。バイビー。バイビー。飛んでった。すごいいいの作ってもらっちゃった、ありがてー。これでポーションいっぱい作れるし、ネザーとか熱いところもへっちゃらだい。マグニーさんの装置がすごいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。マグニーさんのチャンネルも登録お忘れなくです。バイビー。